タトラ T3 タトラ T3RP タトラ T3RP はチェコやスロバキアなど世界各国の路面電車で使用されている電車の位置形式。チェコスロバキア時代に製造された路面電車車両、タトラ T3 の電気機器を交換した車両で T3P とも呼ばれる。この項目では電気機器が異なるタトラ T3RE も合わせて解説する。 1990年代以降、チェコのプラハ市電をはじめとする旧東側諸国各都市の路面電車では、タトラ T3 など既存の路面電車車両の機器を更新することによる延命近代化工事が多数実施されている。その中で2000年にプラハ市電向けに試作車が導入され、その試験結果を受けて2001年から改造が行われたのが T3RP である。 電気機器がイベット素子を用いた直波制御装置と直流電動機を組み合わせた TB プログレスに交換され、制動使用時に電力を回収することができる改正ブレーキも搭載されている。これにより、改造前に比べ40%以上消費電力を削減することができる。当初は GEC アルストムの製品であったが、2001年以降はアルストムから独立した。 チェコの企業、セゲレツによって製造が行われている。部品の一部には、日本の三菱電機製のものが使用されている。これらの機器更新に加えて、車体の回収も行われており、座席、乗降扉の駆動装置、砂巻き装置、滑り止め用の床板が交換されているほか、運転台も改良が実施されている。車内には LED を用いた案内表示装置が搭載されている。 改造は、シュコダトランスポーテーションの子会社である、パルスノバによって実施されているが、プラハ市電向け車両については2005年以降、路面電車の修理工場で工事を行っており、それ以外の都市についてもオストラバ市電の車庫で改造が行われた事例が存在する。2020年現在、チェコやスロバキア各都市に加え、キエフ市電、オデッサ市電などウクライナの路面電車にも導入されている。 電気機器を、セゲレツが手掛ける TB ユーロパルスに交換した形式。主電動機には、カゴ形参照誘導電動機が、制御装置には、VVVF インバータ制御方式が用いられている。プラハ市電向けに1両、オストラバ市電向けに2両が導入されたが、プラハ市電向け車両は、T3RP との比較用に改造された試作車で、あり、2005年に、 T3RP へ再改造された。ありがとうございます。